はい、こんにちは、レトスの小野です。9月18日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。模試の点数が悪くても終わりではない。やめたら終わりだ。試験日まであと1ヶ月、まだ十分に間に合いますね。やる、やらない、諦めるなんて考えてる暇はありません。試験2週間前までは模試を使った勉強を黙々とこなしていきましょう。できれば模試は6回ほどやってほしいです。なので、まあ、2冊ぐらいですね。1冊だいたい3回分入ってますので、2冊ぐらいはやっていただきたいです。必ず点数は上がってきます。模試の試験の点数は全く気にする必要はありません。むしろみんなが解けなければならない問題を確実に解けるようにしていきましょう。難しくて解けない問題はみんな解けません。そういったものは気にしなくて大丈夫です。これも本試験での瞬時の判断対応をすることに大切なことです。そしてもう現在点数が安定して取れているという方もいると思います。そのような方は試験日まで今までしてきた勉強の範囲を広げることなく、今までの知識を維持していくような勉強をしていってください。決して50点を目指して細かい部分まで深入りするような無駄な勉強はやめておきましょう。大手の予備校の受講者様で合格確実という方がこのような無駄な勉強をしてしまって不合格になってしまった方を何人か知っています。なので要注意です。そして弊社の予想模試の値上げまであと2日となりました。年に1回の宅建試験なんで悔いの残らないようにしていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。 A 所有の耕地は袋地で、 A が所有していない周りの土地を通る通路を開設しなければ行動に出ることができない場合について、耕地が A 及び C の共有地の分割によって袋地となった時には、A は C が所有する分割後の残余地にしか通路を開設することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは丸ですね。共有分割によって生じた袋地の所有者っていうのは、共有分割の残余地、つまり分割による他の分割者の所有地しか通合することができないんですね。つまり A は C 所有の土地しか通路を開設することができないということになります。よって答えは丸です。で、今回の問題の解説については別途動画を作りましたので、ぜひそちらご確認いただければと思います。今回の問題の解説動画と効率的な勉強法についてお伝えしております。で、これについては最後に動画リンクさせておきますので、そちらご確認いただければと思います。この解説を読んでどういったことかわからない方はぜひですね、最後の動画ご覧いただいて理解をしてください。理解学習こそ合格への一番の近道です。で、問2ですね。都道府県知事は不正手段によって宅建取引士資格を受けようとした者に対して、その受験を禁止することができるが、何年を上限として受験禁止ができるか。これ記述問題になってるんですけども、実際の本試験ではマーク式なので丸か×かなんですね。ただこの数字については覚えていただきたいので、まあ、今回記述式にしております。で、答えはこれ3年ですね。3年以内の期間を定めて受験を禁止することができます。例えばカンニングして見つかるといった場合、3年間受験できなくなる可能性があるので気をつけてください。5年っていうのは取引証の有効期間と免許の有効期間ですね。まあ、このように比較して覚えるようにしましょう。これが効率的な勉強法です。で、問い3ですね。都道府県知事は宅地造成工事規制区域内における宅地の所有者、管理者または占有者に対して、当該宅地または当該宅地において行われる工事の状況について報告を求めることができる、丸か×かという問題です。答え丸ですね。まあ、今回の問題正しい記述なんでそのまま覚えれば大丈夫です。知事は宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者または占有者に対して何を求めることができるのかについて質問しています。で、何を求めることができるかっていうと、宅地の状況とか宅地内の工事の状況について報告してくださいということを求めることができます。まあ、これはそのまま覚えておきましょう。そして初めにもお伝えをした通り、問1の異名地通行権の動画についてはこちらの真ん中の動画参考にしてみてください。またあと2日で予想模試は値上げとなります。上記のような詳しい解説を模試では行っていますので、あと数点伸ばしたいという方はぜひ弊社の予想模試ご活用ください。予想模試についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。